胸が立ち上がってきたよ。反応がたまっやるね。君はこの体に興味はないかね？いやいや、隠さなくともいいのだよ。何せ我が輩も同じなのだからな。ならばやることは一つ。お互いの体を確かめ合おうじゃないか。ドクター、実験の準備ができました。ありがとう、助手。もとい、部員くん。君がいなければ我が特殊生物部は規定の部員数を満たせず即廃部だよ。わはは怪しげな煙をかがされて入部届にサインを入れさせられたこと、まるで昨日のことのように思い出せます。ですが、今では入部してよかったと思っています。ドクターに馬車馬のようにこき使われることも含めて素晴らしい学生生活を送れていますから。それだけを聞かされるとまるで我が輩が虐待しているようじゃないか。いえいえ、本当に入部してよかったと思っていますよ。分かっていると思う。そろそろ実験を始めるとしようか。ところで、この可愛らしい子猫はどこで捕獲してきたのかね。学校の裏で捕獲してまいりました。ドクターが以前調合された猫猫ホイホイが非常に素晴らしい効果を発揮しました。おお、あれが役に立ったか。我が輩のお弁当を台無しにしてくれたあの憎き野良猫を懲らしめるためのものだったが、意外なところで役に立つじゃないか。ただ一つだけ問題がございました。猫だけでなく犬やイタチ、アライグマ、ツキノワグマ、そしてアシカが誘引されました。限定したつもりだったが、食肉目の動物が全て誘引されてしまったようだね。猫猫ホイホイは後ほど再調整するとして、実験動物が確保できたのでよしとしようか。はい、よしとしましょう、ドクター。うむ、では部員くん、その実験動物に先ほど生成したガスを嗅がせてくれたまえ。承知しました。それではココニャ、じっとしていてください。おや、それは飼い猫なのかね。それにしては首輪をつけていないようだわ。いえ、私が命名しました。自らが命名した動物に得体の知れないガスを嗅がせるとは、君もなかなかじゃないか。お褒めいただき光栄です、ドクター。あ、何やら苦しみ始めました。うむふむふむ、これは苦しんでいるのではない。ココナも発情しているのだよ。発情ですか。現在は繁殖期ではないはずですが。にゅうふふ、このガスに含有されるティーフェロモンの効能というわけだ。子猫のココニャすら発情させるとは、実に恐ろしいフェロモンですね。すると、あの特別待遇生に近づいたものは誰かで構わず発情するのでしょうか。それがだね、どうやらティーフェロモンは常時分泌されているわけではないらしいのだよ。それは大変つまらないことです。まあ
さんに大変つまらないことなのだよ。そこで大変面白くなる薬剤を調合してみた。承知しました。早速飲ませてまいります。にゅふふ、君は本当に話が早い。それでは頼むよ、ブイン君。手作りのお弁当じゃないんだね。それより僕のことを恨んでないの？ほら、そのひどいことをしちゃったし。いいんです。私、先輩にお仕置きされてやっと目が覚めたんですから。これからはいい子になるように頑張るので、時々お仕置きしてくれると嬉しいです。そうなんだ。お仕置きはあれだけど、いい子になるのは応援するよ。嬉しいです。こいつはいろいろと役に立ちそうですし、こうやってごますっとくに限ります。そして心を許したところで、また利用して。どうしたの、イーラさん。私にして新しい女と仕込んでるとかひどいわ。そんなことしてないってば。そうだよね、イーラさん。そうですね、私としては今すぐでも仕込みたい気分なんですけど。もうそういうのやめてってば。しないよ。だってグラさんは、ムカつくわ。どっかから転生してきたモテモテだけど純情系主人公みたいでムカつくわ。ディア先輩の武器はおっぱいだけですもんね。それだって来年には私に追い抜かれてますし。なんやわれ、いてまうぞ。こらより元気になるんだね。うん、何言うてんのよ。うちはこの腹黒女に反撃しただけやっての。これも全部トビアのせいやで。なんで僕のせいに。僕に何か用事？やっぱそうやないか。なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか？嘘じゃないのに。はじめまして、はかりとびお様。様？君は。私は特殊生物部に所属する部員です。部長であるアワリティア様の使いで参りました。特殊生物部って、あの悪名高い特殊生物部ですか？君は知ってるの？かなり有名だと思うんですけど、この前も大
病のゴキブリを発生させていましたし。うちも知ってるで、学食に変な薬ぶち込んで停学処分受けてたやろ。全て探求心のためです。否定はしないんだね。もちろんです。事実をねじ曲げるのは科学に携わる者の行いではありません。めっちゃいいこと言ってるけどな。というわけで、こちらをどうぞ。これってドリンク剤？ドクター特製の抑制剤です。風紀委員長様のご要望で調合しました。え、インディ先輩の？それじゃこれを飲めば。はい、ゲイのトラブルを抑えられるかと。ありがとう。これでみんなに迷惑をかけずに済むよ。飲んでいいのかな？もちろんです。さあ、ぐいっとやってください。お嬢待ちや。それを作ったのは特殊生物部のアワリンやで。そうですね、ここは眉に唾をつけた方がいいと思います。それにトビオくんは何も悪いことしてないよ。ありがとう、みんな。だけど僕はこれ以上迷惑をかけたくないんだ。全部飲んだよ。ありがとうございます。それではハカリ様、存分にお楽しみください。ディアさんたちも来てないみたいだし、しばらくここに隠れていよう。みんなの言うことを聞けばよかった。怪しいって言ってくれてたのに。今は元に戻るのを待つしかないよね。クンクン。クンクン。クン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 。この声ってもしかして。あーえー、トビオくんの匂いだ。クラさん。はーえー、トビオくん。クラ、もう我慢できない。やっぱり。ねえ。
ちゃうけど、こんな状態じゃ嫌だよ。トビオくん、意地悪すると嫌いになっちゃうよ。そんなの嫌だ。クラさんに嫌われちゃうぐらいなら。自制しろ。インビー先輩。バカ者、あいつに見つかるだろうが。すみません。はい、トビオくん、トビオくん。ここが図書室でなければバレていたな。それはどういう意味なんですか？あいつは大の本嫌いだからな。貴様の体臭よりもインクの匂いに反応する。それはそうと、貴様は一体何をしでかした？今や校内全域が競争状態だ。それが ということだったか。貴様ごときに頭を下げたくはないが、全ては僕の責任だ。すまない、はかり。頭なんか下げないでください。インビー先輩は僕のためにしてくれたんですから。それより脱出方法はないですか？そのうち薬の効果も切れると思いますし。いいか、はかり。あいつが作ったものを甘く考えるな。あいつは頭こそおかしいが天才なんだ。だったらみんなにマスクをつけてもらうのは。先に言っておくが、このマスクは気休めだ。その証拠に。はかり、貴様は本当にうまそうだな。この前のように泣かせてやろう。もう行くんだ。僕を抑えているうちに。だけどどこに行けば。あいつを見つけば、どこかこの手持ちを観察しているはずだ。おそらく物質、いや保健室か。ビビ先輩、早く危険、あいつに思い知らせて。やった、あかり、貴様は僕のものだ。どうしよう、もう逃げる場所なんかないよ。職員室には近づくこともできないし、昇降口も女の子たちでいっぱい。こんなことになるなら、ユリ先生の電話番号を聞いておけばよかった。トビアン、ここにいるんやろ。先輩、返事してください。もう騙したりしませんから。トビオくん、グーラー、まあ、どこまで僕を困らせるんだ。来た。もう嫌だ。こうなったら飛び降りて。
どうして静かに。確かめた方がいいよね。これはみんな気絶してる。よくわからないけど、助かったのかな。それじゃこのまま帰っちゃえば。あいつを見つけた。どこかでこの顛末を観察しているはずだ。おそらく物質、いや保健室か。逃げちゃダメだ。それじゃあ僕のために来てくれたインビー先輩に顔向けができないよ。インビー先輩、それとみんな、僕が何とかするから待ってて。ここが保健室か。みんな気絶してたおかげで無事に来られたけど、誰が助けてくれたんだろう。うん、それを考えるのは解決してからだ。よし、行くぞ。ほうほう、なぜ我が輩の居場所が分かったのかね、あかりトビオくん。インビー先輩が教えてくれたんです。あなたを見つけろって。にゅふふふ、インビーくんは怒っていたかね。当たり前です。あなたが変な薬を作ったせいじゃないですか。申し訳ないとは思うが、我が輩は好奇心の塊でね、どうしても自分を止めることができないのだよ。しかしこの濃度は凄ましいものがあるな。対抗薬を飲んでいなければ危ういところだった。そんなものがあるんですか。だったら出してください。みんなに飲ませます。悪いがその要望には応えられないな。何せ実験はまだ終わっていないのだからね。さあ、もっと我が輩を楽しませてくれたまえよ。あー、ひや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 。ん？なんだね、その顔は。あんたって人は、あんたって人は。うわあ、これはどういうことだ。こんな濃度のティフェロモンは想定外だ。プリカン、プリカンはどこかに。早く追加の対抗薬を。お前にもお仕置きが必要だな。やめたまえ。我が輩にひどいことしたらひどいことになるぞ。そも
もそも君は何者なのかね。その姿はまるで悪魔のようじゃないか。我が輩は、失礼なことを言うじゃないか。我が輩が失禁するなどありえないだろう。などと呼ぶな。それは女性器、もしくはバギナ。いきなり触るんじゃない。待ちたまえよ君。まさかと思うが性行為をするつもりじゃ。これで騒動は片付いたか。まったく、あの学生には困ったものだな。さすがは生徒会長ね。誰にも怪我させずに収拾してしまうなんて、私にはとても無理だわ。ご冗談を。気功であれば文字通り赤子の腕をひねるようなもの。それは買いかぶりすぎね。それよりお嬢様も来ているんでしょ。この騒ぎを見ていたのなら、さすがに我慢できなくなるんじゃないかしら。お嬢様にはお嬢様の考えがある。いかに聞こうといえど、詮索することは許さん。部をわきまえろ、評議委員長殿。はいはい、わかりました。だったら私は見守るだけにしておくわ。お嬢様の小一をね。ほうほう、なかなか興味深いドレスじゃないか。いわば悪魔の本質が形を成したようなものだ。しかしなんだ、胸はもう少し持ってくれても。こらこら、やめたまえよ。君が興味津々だということは我が輩にもわかるが、そうあちこち触られるとわかるだろう。どうやら君は特殊な性癖の持ち主のようだね。無論それが悪いと言っているわけではないし、喜ぶべきなのだろうが、うむ、悩ましい。